はい、モコフィットネスです。今日はですね、高強度トレーニングと LSD の、メリットについて、ちょっと触れたいなと思いまして、カメラを回しました。それじゃあ始めましょう。はい。でですね、以前コメントがありまして、モコさんは、3分走をした後に SST を やられているのですが、なんか理由があるんですかっていうことなんですが、あります。まず最初に高強度3分走を僕は週末のトレーニングに、いつもやってます。僕の動画を見てくれてると大体わかりますよね。大体最初に3分走アップをして3分走、その後にまあ SST とかレースとかいろいろ組み合わせて飽き防止に努めているんですが、なんで最初に高強度をやるのか。まず一つ目、後半に持っていってしまうとその3分という強度のトレーニングができなくなってしまう可能性が上がります。はい、きちんと3分間の、心拍トレーニングをしている方は、心拍、パワートレーニングをしている人は目安のワット、はい、それをきちんと3分間出し続けて3分レスト、それをきちんとうまく当てたことによって、VO2 MAX の刺激になります。はい、それをもし中盤や後半に持っていってしまってその強度が出せなくなってしまうと、しっかりとした、VO2 MAX の刺激ができません。はい、そしてもう一つあります。これはですね、さっきからずっと必死に調べていて、もう 2,3 時間ずっとパソコンとにらめっこしてたんですが、ごめんなさい、その文献がちょっと探しきれなくて、僕の動画を見てるくれてる人だったら、もしかしたらその文献を見たことあるよっていう方がいると思います。それはですね、ある実験を行いまして、長距離のトレーニングをした際に最初に強度の高い練習を入れた後に、あとは持久力トレーニングをしました。逆に、最初から最後まで持久力を向上の、テンポ走を行った2グループに分けた時に、なんと最初に高強度トレーニングを入れたグループの方が最後まで、若干垂れていくんですが、最後の伸びが最初に高強度やった人の方が、伸びました。そういう、実験データから、僕は高強度を最初に取り入れるというやり方を、もう3年ぐらい続けています。はい、そういう理由から、僕は最初に高強度を持っていっています。はい、そしてまたそれの真逆のトレーニングですね、 LSD のお話なんですが、これもコメントにあったんですよ。LSD は実際効果あるんですかねって。でやっぱりこれもある実験がありまして、 LSD のトレーニング、効果がないっていうことはなさそうです。はい、きちんとしっかりとした効果は出ています。ミトコンドリアの、増加も、確認されているそうです。はい、で LSD といっても、ご存知の方がたくさんいると思いますが、30分ぐらいの LSD 強度だとあまり効果がないです。はい、LSD を目標とした30分は効果はないですが、高強度トレーニングの次の日の30分ぐらいの、本当に心拍を上げない、流しでしたら持久力の向上は見込めないにしても、30分間でしたら血液の循環を良くして結果疲労回復、アクティブリカバリーに近い状態なので、僕はその持久力向上というよりもその回復ですね、次回の高強度に向けての、アクティブリカバリーのために僕は30分でも軽く流すっていう方法はいいと思います。でもし LSD としてのはっきりとした持久力向上を見込みたいのであれば、やはり3時間ぐらいは、ジョギング流し、
超低強度ですね、はい、おしゃべりができる程度3時間ぐらいは欲しいと思います。 LSD で持久力の効果を見込みたいのであれば、はい、まあなかなかそういった時間も取れないので、僕はいつも LSD といっても、そのアクティブリカバリーとして捉えています、はい、最後になんですが、まあ、これも実験データがありまして、ちょっと被験者の人数をちょっとまた忘れてしまったんですが、本当すいませんね、さっきが適当で、まあ、これもしっかりとした文献がありまして、 LSD 高強度、はい、あと中強度割合ですね、1週間のトータルを見て、まあ人によってちょっとばらつきはありますが、決まって8対2の割合が程よいという、一応今のところデータが出ています。はい、8対2というのは8が低から中強度で、2割の方が超高強度ですね。はい、なので前も僕持久力が上がったよっていう動画で、何事にもバランスなんだなっていう話を、したと思います。本当にその通りでした。毎日毎日トレーニングをするって決めた日は全部高強度にしていたんですが、なかなかやっぱり持久力が上がらなくて困っていました。そこで SST を平日に取り入れて、週末は高強度、はい、だいたいそう考えてみると8対2ぐらいになってるんですね。はい、で、回復日は、1時間半の流し、はい、まあ、これが LSD の効果になっているのか回復メインになっているのかわからないんですが、そういった、1週間見ての全体的なバランス、これが良くなってきてから持久力の方がまたちょっと上がってきました。で、まあ、今日はこういった話で、まあ、簡単ですが、高強度、低強度、バランスですね。皆さんもし頭打ちになっていて高強度ばかりやってる方、逆に低強度ばかりやっていて高強度が嫌だなっていう方、何事にもバランスだと思います。低強度の方はちょっと週に1回ぐらいは、3分走、もがいてみてはいかがでしょうか。はい、今日はでそんな感じでトレーニング雑談でした。で、今日の雑談がちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。それと Twitter、Instagram 下の概要欄からチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。